工業高等学校は、茨城県ひたちなか市松戸町三丁目に所在する、公立の工業高等学校。1961年、茨城県議会にて設立の決議がされ、1962年に創立された。略称は、勝田組で、茨城県立勝田高等学校の略称と同じ、読みであるため、地元では、勝田高校を、マサル勝田工業高校を、 工業と呼んで区別している。合併前の旧活田市では最も歴史の長い高校である。校内に、勝負館という合宿所が併設されており、運動部を中心に利用されている。また、旋番を20台以上保有し、実技に力を入れている。文化祭は、価値交祭と称し、3年に一度開かれる。2008年度から、機械化、電子機械化に、 単位制に移行した。二年次より、機械系、電気系、制御系、情報系に分かれて学習している。単一学科六学級になったことに伴い、工業高校としては珍しく二年次にクラス替えを実施している。体育部では、バレー部、野球部、ラグビー部、ハンドボール部、体操競技部などが盛んである。バレー部は、春高バレーやインターハイの常連である。 文化部では自動車部やコンピュータ部などが比較的盛んで全国大会に出場している。ありがとうございます。